オープンスポーツとして人気を博していたフェアレディ SR に代わり、1969年にデビューしたのがこのフェアレディ Z である。当初アメリカ市場専用モデルだったが、71年には国内でも正式リリースされた。湾曲したフロントバンパー、 G ノーズと呼ばれたエアロダイナノーズ、前後のオーバーフェンダーを身にまとったそのシルエットは、自動車史に残る名車として未だに人気の高いモデルである。240ZG の優れた空力特性は、専用のフロントバンパーと G ノーズの装着によって CD 値 0.39、 当時とすれば抜群の空力特性を誇っていた。またワイドタイヤの装着を想定したオーバーフェンダーも 240ZG のポテンシャルの高さを示す一つの側面として数えられる。当時のテストデータによれば、5速マニュアル車で最高速度210キロを記録した。エンジンは2リッター直列6気筒 OHC L20 型ユニットのボアストロークをスープアップして 2.4 リッターとした L24 型を搭載。 SU 型ツインキャブレターを介して最高出力150馬力、最大トルク21キロを発生する。耐久性、メンテナンス性に優れる点も L 型ユニットの長所として数えられ、絶大な支持を得た。